レオポールド・ハートリー・グリンドンは、イギリスのアマチュア植物学者、教育者である。植物標本や図版、書籍のコレクションを作り上げ、一般向けの多くの植物学書を執筆した。ブリストルに生まれた。父親は役人である。20歳になった1938年から、マンチェスターに移り、綿製品の会社の会計係として1864年まで、働いた。 少年の頃から植物標本の収集をはじめ、イギリスの野生植物や栽培植物の標本を作り収集した。多くは自宅の庭で種から栽培した植物である。さらに栽培や入手が困難な植物についての図判や書籍も収集するようになり、グリーンドンの個人標本館は価値の高いものになった。1960年に 染物業者のサイドボサムとマンチェスター野外博物学者協会を設立し、マンチェスター王立医学校の講師として植物学を教えた。グリンドンの標本などはマンチェスター博物館に収蔵されている。グリンデンは植物の学名で命名者を示す場合に、レオポールド・ハートリー・グリンドンを示すのに使われる。ザ・マンチェスター・フローラの表紙多くの著作は、 会計係として働いている時期に執筆された。ありがとうございます。